我が猫。はい、ではぷーちゃんとくーちゃんの密着動画を撮っていきたいと思います。めっちゃ響くな、ここね。まずはでは朝ごはんからいきたいと思います。まだ食べてないので開けますよ。いいですか？オープン。おはよう。おはよう。我が猫ハウスへようこそ。今回はアメショ組の密着動画となっております。いきますね、いきますね。ルンルルンルランランルー。くーちゃんルンルンだね。くーちゃんガジガジ黙って。あ、飯うまー、飯うまー。あ、膨れたわ。ただいまレスが乱れております。くーちゃん戻します。もっちゃんも戻します。オッケー。手を合わせてください。いただきます。あ、もう食ってたわ。くーちゃんトントトントンと日野の2トン。くーちゃんこの後ろ姿に伝わる空洞の曇り。美味しいね。今日もご飯。くーちゃんはお上品でゆっくりやね、食べる。目と目が合う瞬間好き超気づいた。知らねえだろ今日。くーちゃんご飯は？ご飯残ってるよ。やっぱこれだねサイエンスダイエット。はい、メガネタリアくーちゃん。はい、見せね。私のモーニングルーティンへようこそ。まずはメアリを取っていくわよ。顔にクソがついてるのは嫌だわよね。はい、終わりでしょ。え？でもやっぱり飼い主のおさんは嫌いだわ。ぶっってやるのかしら。やってるやってる。くーちゃん、落ちてる。ごめんね。前前前前、おっと何見てるてめえ。あ、みごちごいこう。くーちゃんここ落ちてるよ。僕の飼い主は間抜けでカリカリをわざと落としたことに気づいていないよ。出してあげたんだよ。怒りすぎやろ。It is good hand。はい、次はメアニ拭くよ。メアニって食べれるんかな？汚い顔。あの鼻くそ鼻くそ。くそくそ。ほら。皆さんは鼻くそをほじくるときにどのようにしてほじくりますか？私は両手で攻めます。はい、わたわた。これはくーちゃんのカリカリとなっておりますが、ぷーちゃんはいつも残飯処理をしてくれます。ぷーのきんまち。おっと、あれ、もう俺食べたっけ。え、はい、そろそろ目入ります。見て見て、まだ残飯処理してんの。あれやばくない？うわうわうわ、おい、それはダメだって。もっちゃんの太るよ、本当に。もう太っとるけど。うわ、手出てる手出てる。ちょっと失礼しまーす。ふーちゃんお皿から手出しなさい。顔突っ込まないよ。デブになったんだよな僕は。どうかぽっちゃりと呼んでくれ。カリカリ煮干しチュルタはまとめておくれよ。我が猫。私の食後ルーティーンを紹介するよ。この後バブくんとおデートの予定なんだ。あー、かったる。やってらんね。みたん何待ちかね。みたんいろは選手入ります。あんたいろはちゃん。みんなで待機児童。開けるよ。扉開けて飛び出せるの。みたんぷーの気持ち。あー、角たまんねー気持ち。みたんそろりそろりと。はい、でも通りまーす。おっと、これは目と目が合う瞬間好きだと気づいた我が猫。くーちゃんはバブくんにデートの予定をブッチされたそうです。あいつだけはマジで許さねえ。鼻ぺちゃエキゾいつもガフガフうるんだ。お、誰か俺のドアップいる？どうしたのぷーちゃん。はい、すってんごろりーん。飼育員に手なずけられております。おっと、デートをすっぽかしたバブくん登場だ。バブくんバブくん、あれあんたこっち伸びにくいんちゃう。この時バブくんが何を求めているか知る余地もなかった。飲まないの全然さ、通り越えてるよね。多分これがいいんでしょう。この彼氏すごいね。くーちゃん恋人見てみ、恋人。速報です。我が猫ハウス長男バブ容疑者が水道水を浴び同居猫に迷惑をかけキスされました。それに対し飼い主はねえ、もうサンタの密着じゃないんだけどとほざいていました。現場からは以上です。我が猫。我が猫。この爪研ぎはプーちゃんのお気に入りスポットです。プーちゃんは寝ているときお腹をどんだけ触っても全然怒らない優しい子です。おー、見てください。おはようございます。この寝てるときの表情たまんないわ。好き。やめなさいやめなさい。プーちゃん怒られるよまた。プーちゃんはデートをすっぽかされて朝からずっと機嫌が悪いです。あんた全然だね、怒られても。プーちゃんに仲直りしないよね、ごめんねって。チビ組はまだ上下関係を分かっていないのでよくクーちゃんに怒られています。大丈夫？可愛い顔して。あ、もう怒られるよ。この日のクーちゃんは生理前で機嫌が悪かったのですが本気で殴っていないのでご安心ください。すげえ気分やじゃん。この後クーちゃんは無事バブくんとデートできたようです。それではクーちゃんとバブくんのデートシーンを音楽に乗せてどうぞ。もし5分前に戻れるなら何をしますか。私はバブくんとデートをしたい。どうしてあんなにそっけなくスルーしちゃったの。あなたの前だとなんだかうまくいかない。人生は後悔ばかり。でも泣いて笑って少しずつ進むの。我が猫。じゃん。誰も取らんよ。お魚。言い過ぎよ。おいしい。おいしいですか？夜泣きが激しいので毎日寝る前におやつをあげています。はい、ぷーちゃんのおやつタイムでした。